ギターで奏でる映画音楽の大定番、ここではギター二重奏のアレンジを施してみました。ギターオリジナルの響き、ぜひ楽しんでみてください。それでは演奏のポイントを進めていきます。1つ目、2ページ目の伴奏パート1段目の2小節になります。出だしの和音はリズムを保ちながら素早くアルペジオするクイックアルペジオを使って和音を装飾、飾り付けを行っています。開放弦1弦と2弦と6弦は触れないようにして、より豊かな響きでアルペジオを奏でます。そして次のメロディー部分を呼び込んであげてください。それでは演奏のポイント2つ目、3ページ目のメロディーパートです。ここは、音量や音色が均一になるように低い指、右手のピッキングする指を統一してもいいかもしれません。僕は、人差し指で、そして4弦5弦6弦になった時は右手の親指 P の指で演奏しています。全体を通してビブラートをつけるとより艶やかな音色になると思います。ぜひトライしてみてください。全体を通してメロディー部と伴奏部としっかり分けたアレンジになってます。ギターだけじゃなくて他の楽器で演奏してもとても綺麗な響きになると思います。ぜひギターを含めていろいろな形のアンサンブルを楽しんでもらえればと思います。